今ね朝の6時ぐらいなんですけど、喉がちょっと痛いんですよね。でね、寝起き毎回喉がちょっとピリピリするんですよ。風邪をひいてるってわけじゃないんだけど、でなんでだろうな、おかしいな、やだな。原因はおそらく僕の部屋かなり乾燥してるんですよね。喉が枯れてたら YouTube 撮影もできないし、ほんと死活問題なわけですよ。毎日投稿したいしね。だからちょっとね、加湿器が欲しい。Twitter でもね、どんな加湿器がいいかっていうのをね、フォロワーさんに聞いてたんだけど、こう教えてもらったやつね、これ結構可愛いんだよね、猫ちゃんの加湿器。あ、こうペットボトルで簡単っていうのもいいよね、これ。あ、ダイソンの超音波加湿器、やっぱ質を求めるんやったらこれかな。あ、なんかでもこれも良さそう、シャープの加湿空気清浄機。値段も1万5千円でね、まあ中間的な値段だし、いやー、いろいろありすぎて迷うな。でもやっぱりダイソンにするかな、迷う。加湿王ゴジラ。はい、というわけでね、いろいろ迷った結果これにしました。何その顔。でもちょっとこれを見てよ、加湿王のゴジラですよ。怪獣王のゴジラの加湿器じゃないんですよ。だから加湿の王様ってことだから、それはね、どの加湿器よりも優れているに違いない。ちなみに価格はね、定価は7500円ぐらいなんだけど、Amazon だと5000円ほどで購入できます。まあ、他の加湿器に比べたら若干安いんじゃないかな。ではね、ちょっといつもの場所でまじまじと見ていきたいと思います。ほいと、加湿王ゴジラね。ゴジラ、ヒューミ、まあ、加湿器ってことだろう。VS シリーズのゴジラのフォルムを凝縮した迫力の造形。あ、VS シリーズ。吠える、光る、放射熱線を吐く。史上初の加湿器出現。水切れによるオートオフ機能付き、連続噴射、間欠噴射の切り替えが可能。オンで方向、放射熱線噴射開始。背びれスイッチで操作。楽しそうだな。乾燥 SOS。デスクの上に怪獣王が出現。起動時、終了時には劇中の音楽が流れる。え、マジで？超音波式加湿ミストに LED を照射することで放射熱線を再現。なるほどね。硫酸ミストじゃなくてよかった。これ西川慎二先生のイラストやな。こっちのイラストもかっこいいね。やっぱ VS ゴジラが一番好きだわ。背面のディテールにもこだわりが光る。いろいろ書いてあるけど、早速開封していこうか。お！意外と、でかいぞ。はい、中身はこんな感じで、本体、尻尾、AC アダプター、軽量カップ、取扱説明書って感じですね。ちょっとまず尻尾取り付けようか。こんな感じで、ひねるのかな？お、うん、固定できた。ていうかさ、まずこの本体が、フィギュアとして、めちゃくちゃクオリティ高いように思えるんだけど、何この存在感。結構重量あるし、これは、意外だったな。すごい。で、高さがこれ 21.8 センチで、幅が 18.3 センチ、奥行きが 22.8 センチになってます。モンスターズと比較してもこのボリュームですよ。面白い図やな、これ。で、重量も 560g ということで、結構重厚感があります。なんか、リトルゴジラ感あるね。可愛い顔してるな、これ。なんかどうやらこれね、ゴジラ対モスラに出てきたバドゴジらしいんだよね。バドゴジ、結構人気だよね。ゴジラルームでもらったフィギュアね。こいつもバトゴジ。確かに姿勢が同じだ。こうやって見ると似てるね。似てるというか、まあ同じゴジラなんだけど、瞳もいい感じに彩色されてるね。ピカピカ眩しい。造形も複雑で質感も結構いい感じだよ。耳もしっかり造形されてる。そしてこの鼻ね、いいね。このぷっくり感、猫のような感じね。これ好きなんだよな。そして口、おー、なるほどね。真ん中の穴から蒸気が出るっぽいね。で、左右にあんのが LED か。で、これすごいのが、VS シリーズのゴジラって歯が2層になってるんですけど、それがちゃんと再現されてるんだよね。ここの小さい牙とか、すごい細かい。ベロもあるね。歯は白く彩色されてるね。歯茎のぷっくり感とか、この辺の段になってる造形とか、嫌にリアルだぞ。うん。胴体はちょっとね、光沢があるね。ただ真ん中の盛り上がった感じとかね、VS ゴジラの特徴しっかり捉えてるね。で、腕がね、こう、動くんだよね、これ。すごくない？何この可動。もうフィギュアやん、フィギュア。ブリキのおもちゃみたい。で、足に繋がっていくんだけど、足がまたね、でかくデフォルメされてあって、これ良きやな。でもちゃんとね、この爪のシワ、この辺とか、ここも造形されてあって、本当に細部までこだわって作られてるのがわかるね。これ、加湿器兼フィギュアやな、ほんま。かわいい頭部。なんか、チビゴジラ感あるね。そして背びれ。あ、これがこだわったディテールね。確かに彩色とかも結構凝ってるね。で、背びれがこうスイッチになってるっぽいね。カチカチする。足の裏はこんな感じで、こっちが吸気口で、ここがスピーカー。
こっから音なのか。そしてちっちゃい尻尾。うん、かなりちっちゃく作られてるね。ちなみに頭部と腕と背びれと尻尾は PVC になってて、口の中と体と足は ABS 素材となってます。だから足が硬い素材だから結構フィギュアとして安定性があります。うん、あ、あ、この中に水入れんのか。顔の方はこんな感じになってて、なるほど、ここから水を吸い上げて口から蒸気を出すという感じね。ではね、水を投入していきたいと思います。なんかね、水をマックスで入れちゃうと十分にミストが出す気体の効果が得られない場合があるということなので、 60ml の水を入れたいと思います。 あとね、入れる水は水道水じゃないとダメっぽいですね。そういや、こんな感じかな。で、あとは顔を蓋をするだけ。よいしょ、かわいい。ちなみに顔はここ磁石になってるので、顔だけでこう持ち上げてもね、落ちないです。ただ無理はやめましょう。そして付属されていた AC アダプターを使います。差し込み口は右手の後ろのここにあります。あ、いや、では電源入れてみようか。これ暗くした方がいいのかな。うん、こうしてみよう。でね、スイッチは背びれなんだけど、上段と下段に分かれていて、下段を長押しでスイッチオンらしいです。じゃあ行くね、下段長押し。おっ、やばい、鳥肌立ったぞ。で、これでスタンバイ完了らしい。そして背びれの下段をもう一回押すとミストを発射するらしい。いくよ、3、2、1。あ、え、ギドゴジあたりの声吹いとる。なにこれ、すげえ。ちょっと待って、待って、え、ちょっとこれ電気消した方がいいかな。ちょっと待って、これ明るいからあんまりこうカメラに向けられないんだけど、あ、これぐらいだったらいいかな。うわー、すごい。あ、なるほどね。え、マジすごいんだけど。こういうことか。わー、なるほど、すごい。あ、明るくしたらあんまわかんないけど、肉眼ではちょっと見えますね。うわー、すげー、なにこれ。思った以上になんかいい感じやぞ。すごい。ちょっと待って待って、これ上から見たいね。で、ちなみにこれ連続噴射モードって言って、 70ml で約 5.5 時間これが続くらしいです。でね、もう一度背びれの下段を押すとモードを切り替えられるらしいんですよ。いくね。お、今度は高い声だ。バドゴジだ。ミストを吐く7秒休止3秒を繰り返す完結モードらしいですね。で、もう一回下のボタンを押すと、お、うわー、すげえ。方向した後に放射熱線が入ったね。なるほど、もう一回押すと連続モードに切り替わると。で、背びれのスイッチ上段は音量切り替えスイッチ、あ、この大きい方ね、押すね。あ、これで音なしもできるんだって。ほんとだ、吠えない。切り替えた時に音が鳴んないね。もう一回押すね。だからゴジラの声を聞きたくない人は音をオフにすると。そんな人いんの。で、もう一回押すと、あ、これがショー？ああ、大。なるほど。そして背びれスイッチ上段を長押しすると音楽が流れると。やるね。ほっ、あ、え、これは、噴射マーク、え、すごい。すげえ、なにこれ。今のはね、ゴジラ対モスラの音楽かな。メーサーマーチで、電源を切るときは背びれの下段を長押しだって。やってみようか。すごい、帰っていく。え、
すごいなこれ。結構冷たい蒸気だ。いや、ゴジラの放射熱線を浴びてる不思議な感じがする。でね、 LED の光が結構強くて、この角度だったら大丈夫なんだけど、僕の肉眼ではかなり眩しいので、直接覗き込んだりは絶対しないようにしましょう。これマジで目が痛くなるから。だって見てね、これこの明るさですからね。なんか光がゆらゆらしていて幻想的だ。じゃあね、これを一回枕元に置いて寝てみたいと思います。喉が潤うこと間違いなし。ぐっすり眠れた。はい、そんな感じでこのゴジラ僕的にはもう大満足だったんだけど、まあ強いて不満点を挙げるとすると、加湿器としての性能はあんまり期待しない方がいいかも。加湿量は約 13ml、 まあ1時間に 13ml ってことなんでしょうかね。これはかなり少ないと思います。うん、あとは若干わかるかな、音が聞こえるんだよね。これが気になる人は気になるかもしんない。まあ部屋全体を加湿するというよりかは、一部気持ち潤わせるっていう程度には使えるんじゃないかな。だから僕は YouTube の作業場にポンと置きたいと思います。まあでもそれよりも何よりもフィギュアとしての性能、そして BGM、 おもちゃとしての性能がすごいので、僕は全く後悔してないですね。ゴジラグッズとしては最高です。はい、そんな感じで今回もご視聴いただきありがとうございました。それではまた、バイバーイ。僕のチャンネルを登録すると恋人もできてお金も入って、あとなんか全部願いが叶うらしいよ。登録登録チャンネル登録よろしくお願いしません。